三脚おませんね。三脚グラグラですね。スマホも調子悪いですね。はい、これでいけてます。また倒れそうやね。うわ、倒れる、お前がフラフラやん。頼むの立ちくらみやん。飲む酒もおませんね。うわ、マジで倒れてきそうに見える。怖え。これね、あのアルコール分 0.7% のビール、どういうことですか。 0.7% でどういうことですか。 1% より少ないこと。怖くないですか。よし、こんなん冷蔵庫入ってまして、飲む酒おませんね。 0.7% どういう意味。ゼロよりは入ってるっていうこと。ゼロみたいな。おいしない。ね、マジで飲む酒ないんやけど、いや、あるんすけどね。何これ、なんか倒れてくそうに見えんの、私だけ。何やったかいな。じゃあ買い物も行く、買い物も行く、金も時間もおませんね。お前、お前いつまで情けないこと言うてんの。ちょっとね、これ長いことあるんでね、これちょっと今日はもう食べますわ。ちょっと野菜をがっつり食べたい気分なんでね、あのアンチョビいきますわ。アンチョビ、アンチョビはこれが多めでしょ。これが多め。これが多めでしょ。んでアンチョビ入れたらいいんか。アンチョビ入れて、ニンニク入れて。これがアンチョビ。うわ、もうあんまあれへんやん、もうアンチョビ。貴重品やん、こりゃ。貴重品だ。上品だ、これは大事に使おう。ほんでニンニク後でわ。ほんでこれや、違う、あ、鷹の爪や。鷹の爪や、アイアン、なんとかエリックさんや。鷹の爪、ちゃうわ、あれは何の爪やったっけ、鉄の爪。ふい、なんとかエリックさん、鉄の爪。こんなもんでいいか。んで、鷹の爪、これ切らんでええって言う、1本ぐらいでって言うかね、これね、1本ぐらいでええって言うとったやん。だから2本入れよう。鷹の爪、これなんか適当でええって言うてあったね。うわ、割らん方がいいんか。あ、しもたかも。んでニンニクもあれへん。ニンニク全部使ってもうたし、ニンニク全部使ってもうたし、チューブでごめりんこ。んで、ニンニクスライスはあるんや。なんか、なんかこう、鷹の爪見たら、なんか、イタリア人になった気分になった、今一瞬。イタリアのコックさんになった気分になった。よし、もうがっつり野菜食べることなんかないもんね。がっつり野菜食べたいわ、ほんまに。
煮た野菜、煮た野菜ね。サラダとかは食べたくないんや。煮た野菜が食べたい。そんなちっこい時に絶対食べん。あ、これ。あー、冷凍の汁気がめっちゃ出てきてるんや。やんべ。そういうことか。やべえな、こりゃ。汁気飛ぶまで当たんねえ。っていうか、アンチョビが薄なるということ？これ何でんの、ほんで。こんなん。うわぁ、なんか鳴った。鳴った。今、洗濯してまんねん。あの音はね、柔軟剤入れに行けちゅうね、タイマーかけてますね。ちょっと行ってきますわ。生活地味てましたろ、ほんまに。はい、まただ柔軟剤入れてきました。いいおっさんが柔軟剤とかね、そんな柔軟剤の意味すら知らんかったのにね。何色気づいとんねんちゃうんです。っていうかこれ何です。迷った介護の事業所のね、社長の娘さんがおってね、その子がね、なんか柔軟剤大好きらしいでね、なんかいつも5種類ぐらいの柔軟剤をその時の気分で買えるんかな、なんか言うてやった思い出した。おっさん何色気づいとんねん、ほんま。けどマジ鷹の爪入れるだけでなんかちゃうね、雰囲気だけでも。雰囲気がちゃう。もっとシェフになった気分。っていうかね、あのバズレシピのリュウジさん、こう鍋の振り方、こういう振り方をしてはん。私全然振れてないけど、こうなんか横振りみたいなしてようやってはん。こういう振り方あんまりしはれへん。こういう振り方しよう。リュウジさん。すごい人やった、リュウジさんね。あ、水気飛んできた。ありがたい。けどあれ残したブロッコリーどうすんの、また冷凍すんの。ちょっと呼ばれます。うん、うまい。アンチョビの味する。歯ないのがあかん。あ、うまいかも。ね、辛いかも。オッケー牧場。こんなん出ました。